この位置からシュートー、右足狙っていった、いいシュートになって先制、どうかシュートだー。このところは途中出場でね、はい、出場していたんですが、ここ2試合連続ゴールを挙げている徳良。さあ、ウェリントンハット、胸で落としてキープして前を向いた、中に入れてきた、名倉が絡んでシュート決めた、ゴール、先制ゴール、ウェリントンハット先制は手元の時計、まあ、非常にね、こう自らね、ウェリントンハットが当てて、名倉のところもね、落とし良かったですよね、まあ、ここでちょっとエンドに当たって跳ね返ったボールになりましたけども、はい、いいところに落ちましたよね。まあ、名倉がここで、ね、前を向いたことによって、やはりディフェンスが、まあ、彼の良さですよね、はい、攻守にともにああいうところに関われるところですよね、まあ、なので、ね、彼がボールを持ったとき、やはり動き出しのところで中に入れてきた、ファーサイド、鈴木優斗決めた、同点ゴール、鈴木5試合ぶりのゴールを決めました。今シーズン動き出し、この走順にぴったり合いましたよね、この重りクロスミスですよね、はい、やはり深い陣に入ってきたんで、裏のスペースをフォアスペースを狙った、いいクロスでしたよね、はい、まあ、鈴木もしっかりと遠いところ、遠いサイドからしっかりと進入してきて、こうゴールが生まれましたよね、はい、見事に。ニアサイド入ってきた、シュートを狙った、もう一度シュート、キーパー弾いて決めた、徳良が決めた、今日先発の徳良3試合連続ゴール、2対1。展開とか、まあ、何回かあるんですけど、その中で反応が早かったですよね、それで生まれたゴールですよね、はい、まあ、岩田としても三浦もね、しっかり反応しましたけども、ボールこぼれどころがね、はい、こう徳良の前に落ちてきた、ニアに入れてきた、ヘッドでクリアをした、セカンドボールは岩田が拾う、そしてルキアン背面出す、小川大輝ドリブル持ち上がる、中央山本浩介返して決めた、山田同点ゴール、今シーズン11点目。中で非常にこう速いカウンターアタック生まれましたね。この小川大輝のパスもね、非常に素晴らしかったと思います、はい、ここですよね、落ち着いて山本浩介ですよね、しっかりとボールキーパー見て、中の選手山田に合わせましたね、非常に素晴らしいこう連携連動のできたゴール、狙いとして見えますね。さあ、このコーナーキックは低いボール、松田が跳ね返すこぼれ球、うん、ミドルシュートを打ってきた、突き刺しました、甲府先制、こぼれ球しっかりと決めた、秋田の方もうまくファーストボール、セカンドボールまでクリアしましたけど、まあ、そのあたりのところのこう反応というか、もともとの立ち位置がなかなかあの位置にいなかったところが痛かったですし、まあ、ただそこにクリアに対する反応、まあ、甲府の選手2人いましたけども、左足が得意な荒木選手を先、まあ、秋田は今ぐらいはっきり、ね、裏に落としたいですね、はい、あれぐらいいいボール入れば前向き作れますので、はい、まあ、今のは良かったですね。さあ、そして長谷川カウンターの形となるかどうか、この位置からシュート、追加点甲府、行き過ぎたのかなと思いきやね、自分の腰の強さと、あとは冷静に自分の一番入れやすいコースというところも見えてましたし、まあ、キーパーとしてはなかなか難しかったのかなというところのスピードもありましたよね。はい、触ってはいたんですが止めきれません。何回かこうやってボール引っ掛けることは成功してますからね。ドゥドゥがここも行きましたが、降りてきて受けた山田浩太、前を向くスルーパス出てきた、加藤か、加藤折り返し、判断先制山形。右わざとちょっと見といて、近いサイドを裏取って、で加藤選手はもう速いボールを流し込むというところで、うん、シンプルな攻撃でしたよね。ボール藤田から南につけます、今度は高い位置に南、張った中原、内側半田、さあニアゾン取るか、半田折り返し、こぼれた、ビリーシューズ追加点山形。いいと思いますね、はい、決めたのはビニシウスですけど、ビニシウスが決めた後に半田選手のスパイクを磨いたのは
あのパフォーマンスはもうそういう意味ですよね。短く始める、戻して遠いサイド、1点返しました町田。ボールサイドに引き出したというかラインを上げたところを土井選手がギリギリのところ見ながらね、背中取ってましたね。チョンテセ起点を作った、逆サイド同点、太田。落としどころもいいし、はい、まあ、ここそうですね、平戸選手かなと思ったんですけど、よく中に入ってきてましたね。はい、やはり左でした。町田逆転、あそこ届かないですよね。はい、いや、いいコースですね。セカンド拾って安井から逆に持ってきた、前に置いた、左足、4点目平戸。でこの胸でのコントロールも、まあ、もちろんハンダリック選手が届かないところにちょうど置いたっていうところでしっかりと抑えの効いた逆サイドの、後半だけで4得点です。ここもチョンテセが、チョンテセ決めました。5点目です町田。チョンテセ選手、ここしっかりとキーパーの股が開くのを待って流し込んだと。はい、なんか献身的にね、チョンテセ選手後半スタートからやってきた、まあ、ご褒美といいますかね、はい、そういったものはやっぱり早く始めてマイナス気味、ピリシウスへ、マルチノス来た、突き刺して1点返します。山形ですよね、はい、これもパスではなくて深津選手のちょっとボールつついたボールが目の前にこぼれてきたので、ただ、まあ、福井選手の手から最初遠いところからキッカー森です。カーブをかけて大外へヘディング、いやセットプレーから先制、栃木小野寺。ファーにうまく小野寺選手持っていきましたね。いや強いですね、まあ、金沢の選手もついている状態ではありましたけれども、小島右に広げる、一度揺さぶってサイドバックのマーダリー、左足ディフレクションあってこぼれた、戻す、右足狙っていった、いいシュート、まず先制、コントロールシュート味方、まあ、非常に厚みのある攻撃でしたよね、まあ、ここで小野選手がキープして落としたところ、でこのシュートも、はい、枠ギリギリですよね、ゴール枠狙うの簡単じゃないと思うんですけど、松崎です、長里広げます、大崎スルーパス、奥田、中に前にマイナスのボール、中山の前、中山戻して左足強烈、松崎同点、まあ、最後この中山選手今渡りたら前で引っ掛けて大崎、奥田、中山斜めに動いてアウトに入れて入ってきた中山だ、中山折り返した、藤尾この時間逆転、続いてましたね、まあ、このコントロール、この次のタッチが少し中に入ってシュートを打ちづらいという部分もあったのかなという気もするんですけども、はい、その後中に入ってる、でまたここあのボールを持って仕掛けられる、テンポも変えられる伊藤亮太郎準備、さあ逆に浮上、これチャンス、浮上かわした、浮上チャンス、藤尾だ、次の1点ミッドホーリーホック1対3、まあ、この切り返し見事でしたね。
で最後このシュートも映ってましたよね。ゴールキーパーを見ながら空いてるところに流し込む北九州です。そうですね、今のなんかやっぱりあの攻撃に荒井選手が加わってますよね、まあ、最後相手に当ててっていう形で取ったんですけど、はい、桜ソロン込めたところはどうか。シュートだー、決まった。ついに千葉が先制ゴール。54分リキです。ディフェンスがいてもシュートを打ちましたね。ね、でちょっとコースが変わったところでゴールでしたね。ディフェンスに当たってるような感じはあるんですけどね。それをもう切りますが、高橋一生から右ワイドへ福光上げてまた早めに投げた、外入れた、シュート。これは北九州自らの号令というか効果、やりは三木か。最後は中盤の西村がこう、ね、なんとかこうディフェンスに行こうとした中で最後三木。さっきの長いボール競り合って流れて後ろから清武えぐって清武浮かせる、キーパー座るヘディング、琉球先制。決めたのは風間光也、まあ、いいところにいましたよね、風間光也ですね、はい、ここでしやっと何回か見て、うん、まあ、自分の場所に来たと思うんですけど、中央でうまく立ち位置と1点上げて追いつきに対ベルディです。クロスボール、小池追いつきました、ベルディ同点です。89分途中出場の小池の同点ゴール。で岡崎と鳥海の間ですよね、まあ、先にジャンプしてますし、少しスタンディングなんですけど、まあ、落下してにし安藤から伊藤翔、安藤を使って中には坂野待っています。安藤突破、落としてセルジーニョー先制、松本セルジーニョ復帰後初ゴール。まあ、これ安藤選手がね、このワンタッチの後ですよね、よくこれ突破してセルジーニョもいいとこ入ってきましたよね。まあ、坂野選手がニアで釣ってたっていうのも大きかったと思うんですけど、安藤選手もよく中を見て落ち着いて、これセルジーニョ浮かすことなくニア上ですよね。この突破がまず一つ大きかったのと、坂野選手が中で釣っている、そしてその空いたスペースにもう一度弾き出す、最後は渡辺、追いついた山口、1対1。渡辺選手ここでよくこれ止めたんですけど、まあ、気持ちで、ね、押し込んだという形ですね、渡辺選手ね、これね、まあ、山口このコーナーキックのガチャガチャってなってのチャンス前半からありましたから、はい、榎本運んでいって横谷から川村、いやー素晴らしい、先制決め、東山美容たち。これは素晴らしかったですよね。一つここで入って3人目ですね、川村が受けてシュートも出たと思うんですけど、グランダーの正確の速いパス、これ榎本もそうですけど、パス出し動いてるんですよね。だから上にはロングスローがあります。向かっていく高いボール、うん、岡本が触った後そのままゴールに吸い込まれた。岡本が触ったのでこのゴールは認められるかどうか。岡本が触っていたのでこのゴールには認められました。ゴールですね。相模原土壇場で同点です。上はありません。主審も目の前で見ていたプレーだったと思うんですが、上はなく続いていく、そしてオフサイドもない、流し込んだボールが吸い込まれた。なんとなんと相模原逆転、ラストワンプレーで奇跡。オフサイドはないですね。オフサイドはないですね。2列目からいいタイミングで飛び出しましたよ。
最終ライン